日目の撮影でロンシャンという、カフェに来ました。はい、今日はこちらで撮影をしていきたいと思います。で、美味しそうなスイーツがたくさんあります。監督です。ケーキの後に監督来た。監督です。はい、ということで今ちょっと撮影まで時間があるんですけど、今回とてもとてもお世話になっております。プロデューサーの野崎さんがここに今いらっしゃったのでちょっと紹介したいと思います。大きいから私のこれで入るかな。はい、こんにちは、はい、プロデューサーさせてもらってます、野崎です。はい、よろしくお願いします。素晴らしい演技を見せていただいてます。ありがとうございます。今回はこの、ドラマの撮影ということで、おととい初めまして、ね、お会いしまして、はい、大変お世話になっておるんですけども、もう本当にプロデューサーさんって聞くとどんな感じなんだろうなって思ったらすっごく優しくて、すっごく気さくでいろんなことを教えてくださる、全然すごく素敵なお兄様。ありがとうございます。もう大きいですね。そうですね、はい、すごい、188センチ。だから金沢の方皆さん大きくないですか。いや、監督も大きいですよ。監督も大きいですし、はい、皆さん大きいから、なんで食べてるものがいいんですかね。はいね、伸び伸びこう育てるんでしょうね。はい、まあ、これからまだあとちょっと5日間とかぐらいあるので、はい、今後もよろしくお願いいたします。撮影頑張ります。ですね、ちょっと撮影が早く終わったので空き時間ができたので、せっかくなんで母と一緒にちょっとだけプラプラしようかなと思って外に出てきました。入ってみましょう。ということでね、今ね、四つ葉と天見てきました。可愛かった。そしてじゃじゃん、ちゃっかりお土産まで買っちゃいました。これちょっと後でね、ホテルでちょっとご紹介したいと思います。やっぱり全館揃えたくなっちゃった。さらに可愛かったです。はい、今ですね、こちら武家屋敷跡にやってきました。このね、この雰囲気もすごくね、素敵ですね。しかも晴れてる。私たちは晴れ女かもしれません。一気にすっごい晴れちゃって、今これ日傘させてるよ。すごくない？このうわ、楽しい。すごい素敵ですよ。ちょっと見てみんな、ほら石畳の、素敵。こういうのちゃんと残してるっていうのがね、いいよね。本当だ、やっぱこういうさ、何、食器が売ってるところが多いんですね。すごくかわいい。今私たちは小山神社にやってきました。雪よけスプレーをします。おー、いい匂い、ありがとう。ステンドガラスがね、あるんですって。それをちょっと見たいなと思って来ました。あっちに行くとお城。すごいね、ここも素敵だよ。みんな見て、わあ、すごい素敵だ。ありました、ステンドグラス、綺麗。見える？これあそこにちょっとキランって光ってるところ、かわいい、綺麗だね。はい、ということで今、戻ってまいりました。おー、楽しかったね。それで私はまず最初に四つ葉との
あの原画展だっけに行ったんですよ。原画展に行ってグッズをね買ってきたの。だからちょっと紹介したいと思います。まずはじゃーん、トートバッグ見て、ほらいろんな四つ葉との顔が、四つ葉の顔があるんです。四つ葉かわいいね、ほらんー。でこれとあとファイル、四つ葉のファイル、このちょっと原画風なファイルにしました。ちょっとねいろんな種類があったんだけどこれにした。そしてこのこれにも付けられるなと思って、四つ葉の缶バッジが売ってたんだけど、それを1個200円だったから1000円分ということで5個やってきたんだけど、これ見てほらこういう感じだから何が入ってるかわかんないわけ。あー、これはね私が4つ引いて母が1個引いたって感じなんでね、もし被ってたらあげるね。じゃあ行くよ。じゃん、おまかせやれ、かわいい、見て、うっ、待って、パン、あ、違う、旗ふーんってしてる、ドン、おまかせある、あ、違う、あ、これこれかわいいよね、この四つ葉かぶってないやつは。だからかぶってないとしたら3つゲットできたみたいなもんだよ、ほら見て。でもかわいいね、これをねトートバッグにつけようと思って。じゃあこれママに1個あげる、トートバッグね、つけよう一緒に。はい、ということでこれを四つ葉の原画展ではゲットしてきました。で、あの武家屋敷、ね、そう、武家屋敷跡にも行ってきたんですけど、そこねの街並みをすごい素敵で、そこ歩いてる時にちょっとお香屋さん、お香とかアロマのねお店があって、ちょっと見せるね、いくよ、パパーン、見てかわいい、こういううさぎのねこういうねお香立て、でこれピンクのお皿で、こういう感じで見えづらいかも、こんな感じかわいい。でねこれを買ったんだけど、あのねそこの店員さんがよかったらって言ってこのお香もプレゼントしてくれました。煙の少ないお香、あーいい香りね、お香とかってすごいね癒されるから、これはね買ってきました。この後は、夜の撮影に入るので、また夜の撮影も頑張りたいと思います。はい、今ですね夜の撮影の、現場に来ました。すごいねいい感じなの、雰囲気がすごいよ、見てこんな感じ、綺麗、すごいねいい感じのね風景ですよ。キャー、今日は夜は外で撮ります。初めて外で撮るかもしれない、はい、頑張ってきます。芸妓さんの稽古場所、ここがなんで大正時代からこのまんま、この色です。すごい、こちらもすごいです。これは甘納豆屋さん、あ、買えないね、ここか、買いたかったね、かわいい、かわいい、夜もなんか雰囲気があっていいね。はい、今撮影の待ってる待機時間にちょっと素敵すぎるのでふらふらと歩いております。写真撮りよう、撮りようだって。はい、ということで2日目が全て終了いたしました。はあ、今日はちょっとね間空いたけど結構遅くまで撮影しておりました。また明日もありますのでゆっくり休みたいと思います。いただいたので今から食べます。金沢おでん、金沢おでん、じゃじゃーん、美味しそう、食べてゆっくりしてから寝ます。おやすみなさい。